んと思って、じゃあ色の転換どうしよう、上出してこれね、あ中に入るんだったらこっちから上出して、何しろあんまりこのこれに合わせてるんですね、このこれにこれに合わせてたんです、で上出してバンで、ま、外から入るんだったら上出してバン、こういう感じで合わせて上出して上出して上出して、ね、じゃあいろいろ内とか外とかいろいろやってます。上っていうのは向こうじゃないんですよ、向こうじゃない、上っていうのはここだから、上出してポン上出してポンってことはまっすぐ上に出してまっすぐまっすぐ上、それでバンと、そういう感じで、みんな斜め行っちゃうから、上っていうとなんかあっちに上、まあ確かに上なんだけど上はこっちだから、ね、だから来た時に出すのは上出してる、上、それからボン、それが彼が来るからね、上って言うとちょっと怖いからこう受けちゃったりなんかするとこうなって向こう逃げられちゃうね、だから上だから真上それからバン、じゃあ内から入りましょう、で最初に合わせてもいい、そしたら上バン、あんまりサービスでもしてくれないからねちょっと内に入って始めましょう、ね、合わせて、もうじゃあゆっくりやる、合わせて、ね、どうでもいいですか、合わせて、で何しろ真上に出すためにはここから真上出すとこうなっちゃうから、だから自分が入っていかないと真上出ないんですね、こうなるべく入って真上、それでいいって言ってからそれで落とすって感じね、ここは自由になってないと硬いと遠くになっちゃう、まあじゃあちょっとそれ内入って、今内でこうに入ってきたんですよね。今度は外から、こう。そして、こうだ。感じ。外から、今度来たら外から。で、ここだと遠いですよね。向こう、上って向こうになっちゃう。だからなるべく入ってきて、こうね。で、上出して。足が自由じゃないと、遠くなっちゃうから。怖いとこう、離れていっちゃうね。安心のために、こうやってやっとくってもいい、ちょっとやだや当たったやだやっていう感じでこうねカバーする感じ、それでそれからそうすると頭まあぶつかったって手ポンって当たったぐらいじゃ痛くないんだけど、ちょっとカバーしてやる、だからこうまあ本当はこうねこうか、まあいずれにしてもこうカバーする感じ、意識としてはこう、そしてここに入る、それで真上ね、真上から落とす、今度は外からね、スコットがスマホにこう、そしてバン、じゃあこれやりましょう、だから手まで行っちゃうんだけど下は床張るからそれ以上行かないんですよね、こういや、まあ持ってやろうか、これ以上行かないから、これ床までしか行かないから、それ以上行かないから、行けば多分崩れるんだけど行かないから、ね、床が最大限、そしたらここで落としてもこれ以上行かないから、だからちょっとさばいてこれ伸ばすのを続けるわけね、こ真下なんだけど真下にさばいてこうね、こういうだこうここね、ここ床までしか行かないよね、だ行ったらこうちょっとさばいてやんないと、下まで行ったんだけど下まで行ったんだけどバーンとぶつかっちゃったからこれもう終わり、本当はだから落としたらちょっと動かしてあげる、回してこないでください、サービスケットない人だとこうやって下これもいっぱいね、いっぱいだからしょうがないから自分がこういうのをさばいたってそうするとちょっと崩れるかな、じゃあ意識としては真下な突き抜けていっちゃった方がいいんですけど、突き抜けていったとしても床があるからでぶつかったらちょっと横にずれてあげる、そして重心ね崩れるさばいてしましたからちょっとずれてあげる、そういう感じで、じゃあちょっと下やってみましょう、真下ってのはここだから、ここだからこう、それからこれじゃあほら床でもう終わりだからしょうがないからこうやってずれてきたのよね、
真下に。だから最初に落とすのは真下なの。最初から、最初ね、こうずれてきた位置の、あっちの方だったらいいなって言って、こうやってやっちゃったら全然落ちないの。真下じゃないから、斜めだから。だから真下ってのは、ここだから、ここの位置。それから、後ろに。こう。そういう感じ。ね。で、やった方がいいと思いますよ。じゃあ上と下使ってね、いろんなことができますね。上ってのはこう、上、バンと。打ってきても同じ。打ってきてもさっき。ね、真上。それでこう、下。下も、あ、待って、下も同じね。こう。ほら、もう崩れちゃったから。で、こうやってやれば、お手返しですよね。今、手、片手でやりましたら、じゃあ、正面打ちでやりましょう。難しいけど。打たしておいて真下ね。こっから真下、自分の中心に落としてくる。それから、こう、変わる。やりましょう。こうやってきたら、真下に落とす。それから、こう変わるか。自分がいなくなって真下に、この手を真下に、ここに、こう落としていく。で、自分が変われば、こう小手返しとかね、いろんな技変化できますよね。じゃあ、そのことだけ注意して、こう手を追っかけてやるのだけはやめて、何しろこの手を下に落とすこと。ここ、これだけ。これがメイン。あとはどうでもいい。あとはどうでも。どうでもいいですから。じゃあ、それをちょっと練習しましょう。まっすぐ打ってもらって、それを手を、こっちが下じゃないから、こっちだから。おっとっとっと、こうなっちゃう。位置ね。その位置を探すってこと。相手のね。じゃあやりましょう。真下って言うと、こうなって、ここじゃないから。これ戻ってるだけだから。ここの真下って、ここの辺だから。こういうふうに、ほら。と崩れてくるよね、彼。そういう話。だから、真下やりましょう、真上やりましょうって、そういう話。真下だと、まあ確かにこっち下なんだけど、方向こっち行っちゃったのね。相手の方向に。でも、真下ってことは、ねえ、この線の真下だから、この辺だから、こうなっちゃう。そういう話。上も同じだよね。上もさっきと同じね。上も、こっからの上だから、上はこっち来ての、こういうのは。だから、なんていうの？こっちじゃないから。こっちじゃないから。真下、こう上ってことは、ここがこう来てるから、彼はしょうがないからこっち来ちゃって、ほら。で、こう、生き抜けちゃうの。それから真下ってそういう話。まあ、真上とか真下ってそういう話。だそういうことが、無意識でやってるとね、それがなかなかわかんないんですよ。だから、表面意識に上げて、あ、真上って言ったら真上だなって、真下って言ったら真下だなって、思ってやってないと、真下のつもりでみんな下、真上のつもりでみんな向く。上って言われるもんだから、みんな上、あっちは上じゃないから、上はこっちだから。ね、そういう話。それでいろいろ、なんていうの、技やれば、いいんじゃないかなと思うんですよね。で、じゃあ、真下ね、真下。真上ね、真下ね。で、いろんな技やれば、すごい崩れるというかな。戻すんじゃなくて、例えば、こうやってると全然戻って、やってんだけど全然真上じゃなくて、真下じゃないから。ここは全然ね、形はなってんだけど、技として崩れてない。形はいいかもしれない。だからそれじゃなくて、来たら真下に落とす。真下。と崩れてきた。で真上に上げると、こっちで出てきちゃってね、崩れてきた。それで回って真下にまた落とすって。そういう感じ。そうすると、ちょっと崩しが、力入れなくても、自分でおっとっとっと、受けの人がおっとっと状態になって、崩れるって感じ。こうやって、手法なんてやる。全然自分の行くとこでやったってしょうがないんだから。だからちょっと真下はここ。ね、ここ。崩れたんですよね。ちょっとね、こう出てきて、崩れてんの。それで真上やるから。真上。そして真下。じゃあちょっとこれで、そういうのをちょっとゆっくりやって、真下、真上を意識してちょっとやると。じゃあ今の手法投げやりましょう。こう来て、バン、真下ね、真下。崩れたよね。崩れて。真上。で、真下。じゃあ、それはちょっとゆっくりやりましょう。どうぞ。真下ってことは、
ここね、ここと崩れてくるでしょ。横面打ちも何でもそうだけど、正面でも同じ、横面も同じ、片戻りも同じ、全部同じですから、一応これは横面打ってきたのを真下に落とす。真下に落とすとこうなってきて、トットットってなって、トットットってなって何かやる、お手返しとか四方投げとか、まあこっちから来ていってとか、ね、それは自由、自由、横目打ちの打ち方だけ、ね、こう来たら彼のこの半径、いいよ力抜いて、こういうふうにふにゃふにゃの位置だと全然崩れないの。でもここからこう自分が例えばこう変わってこうやって自分がさばいてこっち引っ張ってこなくても、真下の意識だけ使ってると、あ、合わせた時、合わせた後真下伸びてきて、ほらトットってなるんですね。トットってなって、なんかまた同じ音、横面でもトッ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 トってなるようなぐらい、どっちの意味や、こう来てトットってなる、このトットってなったの、そこをこうなんかやる。じゃあ横面で少しいろんな技、自分であの何でもいいですからやりましょう。トットットってなるのが目的だと思った方がいいですよ。じゃあそういう感じで、一挙で、一挙で真上、真上ですから、これね、向こうじゃないから、真上ってことはこれがこう真上、それから真下、それでこう、そういうの、そういうことを考えながら、それは最初はうまくいかないですけど、来たら真上に出す、そして真下に落とす、そしてこうやる、そういう感じ。だから最初相手の手怖いですから、どうしても向こうに押していきがちですけど、最初の意識は真上だから、真上ってことは自分がずっと入ってきて、それで真上、それでこうね、それでこう、そういう感じで、打たれた時にもピュンと打ってくるから、プンと打ってきて慌てますけど、でも真上なんだっていうことをいつも頭にやっとくの。そうすると来て真上ね、万歳するの、それから入ると割と楽ちんっていうかな。最初に手をこうやっていっちゃうと向こう行っちゃうから、真上だから、真上ってのは真上ね、真上、こう真上、それで真下って感じ。じゃあちょっとこれで一気やってみましょう。はい、どうぞ。こういうふうにこの指先が、彼の指先が上がっていく感じ、自分が上がるっていうよりも彼の指先をこういうふうに上げていくって感じ、こういうふうに、こういうふうにね、こっち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 上げてるって感じで、あのなんて、まあ相手がいるから、いろんな人いるからね、あの難しいですけど、何しろこういうふうにやったら反対ですから、これ大体の人が失敗してるかうまくいかないか分かんないけど、何しろこの手こうじゃなくてこうだから、ほらこっちこう上げてんので、自分がまっすぐ入っていってるの、だからこう自動的に彼崩れちゃってるの。だ、何もしてない、こういう押し倒すってから、意識、あのそういう作業はして、作業しなくても倒れるようにやった方がいいと思うんですよね。 なっちゃいますけど、なるべくそうやらない。だからこう上げてきて、上げてきて、上げてきて、上げてきて自分が入ってくる、そういう感じ。じゃあ今度は四方投げでしょう。四方投げは同じ、四方投げもこれ基本の一つですけど、これはだいたい手持った方が楽ですから、手持ってこれもね、こうやったりこうやったりやらないで、なんていうの、真上と真下ですよね、それだけ意識してる。だからこう入っていっちゃったりしないで、この線から真上、どうしようかな、まあ、じゃあこの線から真上ね、真上、真上ってのはあそこだから、この手はこういうふうに上がって、こういう感じ、プーンって風船、こっから風船でピュンって上がった感じ、そういう意識がいいかな。ちょっとどういう意識使ったらいいか分かんないですけど、来たらまっすぐこう上がってんの、こういう、そしてこう変わる、バンで下落とすって感じ、バーンってやって、バーンって、だからこの手をなんかコントロールして、こうやってやって、ね、この手気にして来ないよところでってやるんじゃなくて、触ったらもうすぐ上がってるって感じ、それで上がって変わってバーンって、ね、こう上がって触ったら上がる、でこう変わる、そういう意識でやった方がいいかなと思うんですよね。詰めないでオーバーしてきたらそのままで、この手はまっすぐ上で、まっすぐこういう形、まっすぐ下。じゃあちょっと塩投げでもやってみましょう。